日清カップヌードル。で、今日はあちらの箕輪山まで行こうと思ってたんですけど、予報通り午後から雨、気温が高いんでね、これ降りてきてよかった、正解ですね。やっぱりね、山の上の方はね、荒れて視界が悪くなるんで、避難小屋までで、まあ所詮スノーハイクですからね、このブルーモリス、この長靴で滑れるやつ、まあ何でもいいんですけど、長靴じゃなくてもね、川渡るとこなんですけど危ない水は結構出ますね、もう雪解け水。このブルーモリス、これスノー、ソフトブレードだとね、エッジが効かないんですよね、トラバースがすごい苦手、ふにゃふにゃしちゃうんで、それがまあ山スキーの
との違いなんですかね。ビンディングとか、あの、兼用靴とかじゃないんで。あくまでもこれ昔の古代のスキーの復刻版ですからね、これね。この難所ですね。ちょっとここスキーを入っていくと危ないので、スキーは脱いでいきます。こちら、たけのこ駐車場っていうなんか名称、俗称みたいですけれども、この山は迷い沢といって毎年遭難者が発生しているということで、非常にこの渓谷の、あの意味合いが大きい、看板ですね。こちらまで戻ってきました。これで今日の春山スキーは以上になります。